いどばたシネマ。こんにちは。こんにちは。始まりました井戸端シネマへようこそ。このチャンネルは2人のドキュメンタリー映画監督村上博康と土屋とかちによる映画について勝手におしゃべりしていく番組です。今回は第23号放送です。ロバート・ゼメキス監督のバック・トゥ・ザ・フューチャーについて語ります。この番組ではマニアックではない近作過去作関係なくですね、スクリーンだけではなく配信や DVD などでも見れる、今すぐでも見れる作品を語ってまいります。バックトゥーザフューチャーの本当まあ、いろいろ面白い要素がたくさんあるんですけど、一つ、まあ、非常に重要な要素に音楽があると思うんですね、うん。でまあ、この映画の、まあ、全体の劇版としての音楽っていうのは、アラン・シルベストリっていう人がやってまして、この人はね、この前は テレビのね、刑事スタスキー&ハッチとかね、あと白バイ野郎ジョン&パンチとかしてますから、ね、そのタイトルよく、深夜にやってましたね、テレビのそういう音楽や、まあ、映画もやってたんですけど、ドーベルマンギャングとかそういうのやってたんですけど、うん、でもこの人今も活躍してですね、アベンジャーズシリーズ、この人なんですよ、大ヒットメーカーじゃないですか、そうなんですよ、だから、もうこのバックトゥザフューチャーによって、まあ、いわゆる、まあ、巨匠になった人なんですけど、でこの人の、ね、スコアはね、この例えばこのバックトゥザフューチャーの制作組織をしているスピルバーグがタッグを組んでるジョン・ウィリアムズっていうじゃないですか、うんうん、ああいうジョン・ウィリアムズのようななんて華麗なシンフォニーとか壮大なシンフォニーっていう感じとはまたちょっと違って、同じもちろんオーケストラ使ってるんですけど、ものすごく何ですか、こうスピーディーでスリリングですよね、うん、やっぱりこれバックトゥザフューチャーの映画の内容にすごくこう、まあ 合わせてて、うん、だから僕なんかね、そのハリウッドの黄金時代に活躍した演奏家でアルフレッド・ニューマンっていう人がいるんです。この人一族みんな映画音楽家なんだけど、ニューマンってランディ・ニューマンのね、おじさんだと思うんだけど、ね、うん、ランディ・ニューマンもね映画音楽やってて、ディズニーとか今もやってますけど、うん、そのアルフレッド・ニューマンのね、もうね、大空港とかね、あれもすごくね、短いんだけどすごくスリリングな劇的なスコアで、そういうのを想起させてね、またジョン・ウィリアムズとはちょっと違う、こう、うん、ワクワクするような感じがあって、でこれ今日本のテレビにもこのしょっちゅう使われてるでしょ、有名なのは M1 ですよね。 M1 のテーマ曲がこのバックトゥザフューチャーのテーマなんですけども、うん、車つながりなのかな、車？ M1 は違う、 M1 ってあれか、 M1 って漫才ですよ、漫才の F1 じゃないよM1 グランプリね、すみません、 M1 グランプリ、はい、であとね、この、うん、もう一つこの時代の重要な要素は主題歌なんですよね。映画にこう主題歌、いわゆるこうアーティスト、ミュージシャンがこう歌をつけて、その歌がヒットすると映画もヒットする、映画もヒットすると歌がヒットする。ヒューイ・ルイスでしたっけ、ヒューイ・ルイス&ザ・ニュースっていう、うん、まあ、当時ちょっとね人気のあったバンドで、有名だよね、バック・トゥ・ザ・フューチャーといえばそのテーマ曲も有名だけど、このヒューイ・ルイスのタッタってやつね、あんまり著作権に引っかかるから言わないけど、まあ、メロディーね、皆さん聞いたことありますよね、頭に浮かんでると思います。で当時この80年代の半ばっていうのはMTV 全盛時代ですよね、うん、でも音楽 と映像がセットで、もうプロモーションビデオ、ミュージックビデオでみんなこう、例えばマイケル・ジャクソンのスリラーなんて、あれは音楽だけじゃあんなにヒットしなかったと思うんですよね、うん、あれは短編映画だもんね、ジョン・ランディスか、ジョン・ランディスが撮ったんですけど、映画監督がねあれ撮ってるんだけど、まあそういうわけで、まあ、映画もね積極的にそうやってロックミュージック、ポップミュージックを取り入れて、例えばフラッシュダンスとかね、フットルースとか、そうやって映画も音楽も密接でしたね、音楽と映画もね、うん、だからバックトゥーザフューチャーもね、それでこうその主題歌のヒットもこの映画のヒットとこう、なんていうんですか、こう お互い、相乗効果で、ヒューイ・ルイスもちょっと出てる、ヒューイ・ルイス出てるんです、マーティーのね、主人公のマーティーがこうバンドのオーディションを受けんだけど、その審査員で音がうるさいとかって言われお前が言うんかって、ヒューイ・ルイスが当時言われてたんだね、うるさい音楽だって言われてたのを、まあ、パロディーとして逆に言っちゃう、言っちゃったんですね、でこの音楽はね、この映画の中でもすごく重要なふうに使われた、さもちろんそうだよね、これ55年にこうタイムリスリップするから、55年当時にヒットしてた音楽をこうバックミュージックとして使ってますね。これなんかオリジナルではないんでしょ、聞いたところによると、いろんな名曲流れてるけど、オリジナルは使ってないカバーがほとんどだっていう話です、ね、ジョニー・ビッグッドもね、
マーティー、主人公のマーティーが伝えるっていう設定になってますけど、ね、まさにその映画の一つのクライマックスの一つが、マーティーがこうあの演奏パーティーで演奏して、お父さんとお母さんをキスさせるためにね一生懸命演奏するんだけど、でその後にもう一曲やってくれって言われて調子に乗ってやるのがジョニー・ビークッドで、これは当時まだ、チャック・ベリーが発表する前ですね、前なんですね、数年前、58年に全米8位になったそうなんです。ですからこれ設定で55年にタイムスリップで行ってるわけですから、うん、まだ生まれてない曲だから、映画の中で、うん、あの知り合いのそのバンドで一緒に演奏してた黒人が、 いとこらしいいとこが電話して、お前が探してた音楽これだって電話で聞かせてそれを聞いてチャックベリーがパクるの、パクってどういうことなの、自分の曲を自分でパクるってことあんのかと思うんですけど、グルグル、グルグル回っちゃいます、まあ、この辺がバックトゥザフューチャーの面白いとこで、 いい加減だけど面白いとこなんですけど、うん、でその後ほらマーティンが調子に乗ってこうギターソロが始まります。ギターすごいそれこそロックの歴史をなんか辿るような、まず本人のチャックベリー のダックウォークもやるし、手をぐるぐる回すピート・タウンゼットね、フーのタウピート・タウンゼットとか、あとライトハンドも出てきます、バンヘイレンのタラタラタラってやつね、なんかこういう上とかで弾くんだから後ろはね、でもチャックベリーもやってたんですって、ただジミヘンもやってたし、 ジミヘンの、ね、あとまあ、 アンプ倒したりするのは、はいはいはい、ピート・タウンゼントもジミー・ヘンドリックスもやってましたね。要はあの短い中でロックの歴史、ギターを通した歴史を、まあ、ロック好きは楽しいよね多分ね。でこれちゃんとね、そういうなんかミュージシャンに、ギタリストに監修してもらってるんですよね、あの全部プレイスタイルとか。そう、いい加減ですよ。ハリウッドはやっぱちゃたった一つの、まあいわばギャグみたいな、本編とあまり関係ないところでもそこに努力をね、やっぱりこうマニアックにねやるから、で前編そういうだからこだわりがあってですね、そういう細部へのこだわりがこの映画すごくやっぱりね今でも人気をこう持ってる最の理由だと思うんですけど、うんうんうん、でこの映画それでやっぱりこのもう一つね、大きなこの映画が成功した理由って、やっぱり主人公のマイケル・ジェフォックスのはつらつとした魅力っていうのがあると思うんですよね。なんかこれ高校生役でしょ、でも当時もう20代半ばでしょ、20代ですよね、なんか若いですよね、感じがね。で最初はでも実はさっき言ったそのファミリータイズっていうドラマ、人気ドラマをマイケル・ジェフォックスやってるから、あの出られなかったらしいんですね、スケジュールの関係 で、うん、でだから別な、エリック・ストルツっていうですね、当時 マスクとかっていう映画でこう、うん、あのまあ、言えば若手の、まあ、実力のある どっちかっていうとね、演技派シリアスな役がこう得意なエリック・ストルツっていうわりかしイケメンのね、うん、あのいい男が主人公で撮影したらしいんです。で6週間撮影したんだけど、結構撮ってるじゃない、6週間。ところがやっぱりこうラッシュを見ると、うん、ちょっと暗いなんかね、まあ、ゼメキスによると、うん、タイムスリップしたのに、うん、全然びっくりしてない、びっくりしたような顔してない、うん、それじゃ困る、シリアスに悩んでしまってる。でもそれ現場で演出したのはあなたじゃないですかってなるんじゃないですかね。でもなんか違うなと思いながら、やっぱりでいろんなスピルバーグとかにも見てもらっても、うんうん、やっぱりこれはエリック・ストルツが悪いわけじゃないけど、うん、これやっぱり彼の個性、つまりキャスティングミスだっていうことになって、なんと下ろしちゃうんですよ、おー、6週間撮ってるのに下ろしちゃう、うん、この辺がハリウッドのねちょっと非常さもあるし、じゃあ一から撮り直しちゃう。そうなんです。でどうしてもやっぱりマイケル・ジェフ・フォックスに出てほしいって言って、そのファミリータイズのプロデューサーにこうお願いしたら、条件がある、うん、ファミリータイズのドラマ を優先させるなら OK する、うんうん、でマイケル・ジェフ・フォックスに打診したら、うん、分かりました、僕それでもやりますっていうふうに言ってです、だから結局ですよ、朝から夕方まではファミリータイズドラマを撮って、夜から明け方にかけてバック・トゥ・ザ・フューチャーを撮影するっていうですね。じゃあ夜がシーンが多い、夜がシーンが多いのは実はそういうことなんです。書き換えたのかな、シナリオも。ファミリータイズも日曜日だけ、1日だけは週に1回休みの日があって、その休みの日はもう朝からもう昼から撮るっていう、労働条件も無視ですね、これね。マイケル・ジェフ・フォックスほとんどだからこの期間寝ないでですね、過労死しちゃうよ。そうですね、あの撮影に臨んだっていうこと で、うん、で自分がねもうね今どっちの現場にいるのかも分かんなくなったって最後だから自分がタイムスリップしちゃってるんですよ、かわいそう、ね、そうですよ、ね、だから自分としては演技はすごくね気に入ってなかったらしいんですよね。あららら、あのこれ僕はもうこの映画は自分のキャリアの汚点になるとすら思ってたらしいんです。そうか、なんかぼーっとしながら現場に何やってるか分かんなかったっていうんですね。ところがでもこの映画見るとそんなこと全く感じさせないでしょ、ね、うん、ものすごくエネルギッシュで存在感があって走り回るし、スケボー乗るし、ギター弾くし ね、忙しいよね。で、うん、
マイケルってだからこの映画でいうと普通のなんかこう活劇のヒーローっていうよりもどっちかっていうとね、あのミッキーマウスみたいなキャラクターですよね。みんなに愛されるキャラクターがこう奮闘、可愛らしい顔ですね。そうなの、あの、うん、童顔だけど時にちょっと老けても見えるじゃないですか。で身長も低くて、うん、でもやっぱりこう愛嬌があって表情が豊かで運動神経も抜群でリズム感もある、うん、まさになんかこういうなんか人気者になる、まあ、ミッキーに似てるね、ミッキーみたいな、うん、でやっぱりこのマイケルに主役をこう差し替えたことによって、あのこの映画すごくこうはつらつとしたあのエネルギーも生まれたし、あとコメディとしての色合いも強くなったと思うんですね、うん、でこのさっき言ったファミリータイズもですね、実はマイケル・ J・ フォックスって最初は主役じゃなかったらしいんですよ、ドラマ。おうおう、ところがそのこのファミリータイズってお客さんを入れてあの一斉のせいで撮る、生放送じゃないけど撮り方としては演劇風に撮ってるドラマらしいんです。お客さんだから生のお客さんの反応を見ながら演技する。でその時にマイケル・J・フォックスっていうのはいろんなアドリブを入れるんだって。ところが全部それが受ける、元のシナリオをの食っちゃうんだね、もうどんどん膨らましてでそれを見たプロデューサーが、うん、もうマイケル・J・フォックス主役で行こうって言って、マイケル・J・フォックス変わっちゃった。そのぐらいやっぱりこのコメディセンスとかアドリブセンスがあったらしくて、力のある力量のある、ね、俳優だったわけですね。そうなんですね、だからマイケル・J・フォックスを得たことがね、このバック・トゥ・ザ・フューチャーのかなりのこの成功した理由の大きな要因になってると思うんですよね。前の俳優さんのまま走ってたらちょっとそんな風になってないかも、ね、なってないかもしれないですよね。でただですね、このバックトゥザフューチャーって実は映画化まではすんなりは行ってないんですよね、うん、でこれはあの監督のロバート・ゼメキスと一緒に脚本を書いたボブ・ゲイルっていう2人、この人はあの映画大学出身で学生の頃から知り合いなんですけど、そこで出会ったってね、でボブ・ゲイルっていう人が一緒に書いたシナリオライター人があの自分の実家に帰った時にたまたまお父さんの卒業アルバムを見て、うんうん、あ親父にも若い頃があったんだ、でそこからこう思いついた話、うん、誰しも思うことでしょうかね、話らしいんだけど、うん、ところがこの脚本はですねなかなか映画化できなかった、売れなかったらしいんですね。というのはこのボブ・ゲイルとロバート・ゼメキスってあの実はこのスピルバーグにいち早く才能を求め、あの発見されて、スピルバーグの1941っていうコメディ映画のシナリオを書いたりですね、ゼメキスもスピルバーグ制作組織で抱きしめたいっていう、これはあのビートルズの追っかけの映画、まあデビュー作がそうなんです、デビュー作からまあ音楽と過去の時代の音楽を題材にした映画を撮ってるんですけど、あとその後ユーズドカーって言ってですね、中古車販売の映画、車じゃない、今度は車だから、バックトゥザフューチャーにつながる要素がすでにあるんですけど、まあこの3本のコメディをこうあの手掛けていたんですけど、いずれも大失敗。あのスピルバーグ、ヒットメーカースピルバーグの1941でさえ滑ってるんですか、あのスピルバーグで最初に失敗した映画なんですよね。だからもうこの人たちのシナリオは見向きもされなかったらしいんですよ ね、うん、ね、でところがですね、ロバート・ゼメキスが、ただまあ監督だけはこういろいろ話が来て引き受けたのが、あのロマンシングストーンっていうですね、冒険活劇、あのインディージョ、その前にねレイダースがこうヒットしてて、そのレイダースのなんかアダルト版っていうかね、ロマンティック、その主人公は女性 の、 あの小説家なんだけど、それがある冒険に巻き込まれて、そこで出会ったワイルドな男に助けられながら恋と冒険を成就するっていう映画、ね、まあ、結構面白い映画なんですよ、うん、大人の映画なんですけど、うん、それがヒットしてですね、あのやっぱりそこで見直されたんですね、あのじゃあバックトゥーザフューチャーやれるんじゃないか、できんじゃん、うん、でそこでスピルバーグがあの制作組織に立って、でこの映画があの現実化したんですね、うん、お金とか集めていくわけですけど、ただですね、この最初なんで映画会社にこう断られたかっていうと、まあ、もちろん彼らの実績ってもあるんだけど、このバックトゥザフューチャーが当時の青春映画としてはちょっと健全すぎると思われてたんですね。というのは、うん、当時 の、 あのアメリカの青春映画ってやっぱりセックスとかですね、あ露骨なありま、ね、あの暴力とかセックスとかドラッグとか、ちょっと見に行くのにはばかれるような、まあ、初体験リッチモンドハイとかアニマルハウスとかです、ね、懐かしいね、うん、ああいう映画がヒットしてて、ちょっとこれは優等生すぎて子供の映画で受けないだろうと思った、うんうん、でところが逆に今度ディズニーに持ってったら、うん、さっきも言ったこの映画ちょっと近親相関的な、お母さんに掘られちゃうからね、感じがあって、それがディズニーとしてはダメだ、ダメなんだ、逆全く逆の理由であのどこも見向きされなかった、ね、難しいね、うんうん、ところがやっぱりね、スピルバーグっていうのはやっぱりその辺やっぱりヒットメーカーで、ちゃんと彼らの才能
見捨てなかったね。3回失敗してですね映画化なんか本当はできないはずなのに、時計の顔も3度までってあるけど、うん、3回失敗しても大丈夫だったんだ。やっぱりそれぐらいこのやっぱり脚本が面白かったっていうことだと思うんですよね。じゃあパート3に続きますか。はい、はい。